はい、今日はですね、はい、最初にお伝えしますと何撮ってんだよ何撮ってんだよ、あ、皆さんお疲れですこの前は散々な目にあったぞやばい人がこの前は散々な目にあったぞお前らいやどうもありがとうございました。知ってきたんじゃないの？知らねえよ。3年引きずるんだろ。分かったよ。3年引きずりますか。いいよ。もう行くの？行く。行く全部消してくれよこれ。いや来るね。何するんですか今日は。はい、はい、今日も2週分撮ります。2週分撮るとかちゃんと言えよ。最初から。9時10時ぐらいが。9時10時。今まだ1時半ですよお昼のまあもうじゃあねちょっとペース配分を考えました、ね、そうですよねはいえ何この無駄な時間、うん、お伝えしていいですか、うん、王さんはロックが好きですよね。今日はちょっとこうヒップホップ寄りのことをやってみようやめましょう早くない？でも歌じゃないんですよ。あ、歌じゃない、はい、何する？ちょっと一回踊ってみてください。3、2、1、どうぞ。ポーってやつでしょ。ポーは違うマイク。違う。急にマイクを出てくるこういうやつでしょ。ポー。ダンスをします。ダンスはもう苦手 で2週あるじゃないですか。2週ありますけども、まず1週目、はい、ダンスをするには、うん、ちょっと今日の格好ダメかなと思って。今日ダメ。ちょっと服買いに行きません？服を買いに行く。で番組から、はい、1万円もし欲しいのがあって、うん、1万円以上いった場合は、はい、大野さんの自腹なんですけど。自腹なんですけど、はい、番組上でちょっとどうにかしようかなっていう、うん、あのさ、ちょっとおかしくない、はい、その大野さんの自腹で番組上で何とかしますみたいなって、俺が全然お金出してないことになるでしょ番組だから。失礼こと言うな。あんま怒らんでたく。2週目の分は、うん、ダンスを実際にしにするの。ダンスを、はい、何ダンスなのそれは。一応ヒップホップ。ヒップホップ、はい、一回やってもらっていいですか。こうポーってやつでしょこれ。やっぱ服買いに行こう。ちょっと探しに行きましょう。探してるから、ちょっとぐるっと回ってみましょう。そら、あなた9時までかかるわな、そら。あれだけの尺を取ってよ。こんな前しか使われてないってのは、これどういうことなのかっていう。え？2カメも持ってきてない。あ、忘れてた。忘れてたね。お揃いか。お揃いか。こっちかい、こっちかい。モンさんのでも嗅覚も見たい。嗅覚こっちやな。こっちやな。お、探しております。すいません。今ちょっと衣装を探しております。ヒップホップ系の衣装をちょっと探しております。お店にあります？ヒップホップない。どの辺おすすめですか、洋服で。おすすめだと、うん、今はそうですね、パーカー。あ、パーカーね、はい、あとはもう口で押してるやっぱコート。コート、あ、コート見ましょう。めちゃくちゃかっこいいじゃない。 おいくらぐらいですか。それで8万です。は8万です。まあ一回買ってもらってずっと長く着れるようなものなので。そう、あったかいのこれ。あったかいです。あったかい、風通しがないので。風通しがないからね。困ったなお洋服屋さんおるの。こんにちは。ちょっと踊れる人じゃないこの人。 OAB の番組のヤブお邪魔しますという番組なんです。じゃあ寝るシャツじゃダメだと。あのサイズの大きい服は結構あるんです。こういうことじゃない。だいぶ高えな。お値段、我々の予算1万円ザーン2万5千円。ヒップホップの感じがしない？
こいいですね。めちゃくちゃかっこいいじゃない。アメリカのブランドで、アメリカのブランドで、はい、ウィリー・チャバリアっていうブランドなんですけど、チャバリア、はい、うん、なんかデザイナーの方がもともとそのラルフローレンの方でして、そら高いわ。まあ、さっき小野さんおっしゃってましたけど、生地がですね、生地が結構いいのを使っていて、フローレンは高いの初めて聞いた。フローレンは高いの。え、みんななんて言ってんの？ラルフとか言ってるわけ？ラルフです。違うよ。フローレンよ。これで10ボックスって言います。10ボックス、はい、13,800円。13,800円、はい、13,000円のパーカーったらね、はい、ステと一緒。ステ、うん、ステ、うん、ラコステ。あ、ラコステ強い。これは店長おいくらするの？9万円。めちゃくちゃいいね。持っただけじゃわからない、ね、1万番組でしょ、うん、番組で8万でいいよ。8万で安い。あれ違うでしょ。僕はダウンジャケットを今日買いに来たんじゃないでしょう、ね。おしゃれそうだな。ありがとうございます。ございます。こちらこそ。お邪魔しました。あれ？ここ洋服屋さんじゃなかった？パン屋さんですね。あれ？パンっすね。パン屋な。あるじゃない。NYC 来たぞ。流れてるな。ヒップホップは。まさに来たんじゃない？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。早いな、飲み込みが早いもの。ここに来ると完全になんかアウェイな気分になるね。格好がね。これニューヨークをテーマにして。ニューヨークをテーマにしたのも誰でもわかる。あ、はい、です。こんな。これは17,000円です。これで。はい。U.S. コットン使ってるんで。U.S. コットン使ってる。はい。あの生地がしっかりしてるんですよ。オレンジです。オレンジは似合う。似合う。うん、アップルバムっていうか。アップルバム、はい。これおいくらぐらいするの？これこれで13,800円するね。します。ってことはほらステと一緒じゃない？大体ステと一緒。ああ、うん、ステラコステですね。正解。飲み込みが早いもの。飲み込み早いもの。ラコステ。ちょっとこれどうよ。セットアップいきます。ね、US スコットンでしょ。US スコットン。US スコットン。いや、まあいるよ。はい。もういる。どっちかというと DJ さんとかにいるよ。こういう。あ、これで。そうでしょう。はい、エアマックスの脅し。何センチそれ？何センチ？ 7.5 です。7.5 入るな。入ります。入る入る。多分入ると思う。これで一旦。これで一旦やってみる。はい、お願いいたします。出ちゃうよ。はい、どうぞ。これどういうことですか、このバーンバーンバーン。集合。トイレじゃないでしょ、3人ともちょっと。すいません。ん？帽子のかぶり方がわからないのよ。こっちの方だったらいいの？こっちの方がいいじゃない。サイズ感がそうでしょ。そうっす。あ、おお、あれ、やっぱ全然違くない？今回やっぱ吸収が全然違う。吸収が。お値段発表です、どうぞ。はい、7万円と730円です。俺も730円ならすぐ買って帰る。宣伝効果もあると思う。宣伝効果もあるよね、やっぱね。そらあるさ。宣伝はするけど、うん、近くのとこおしゃれして、おしゃれして気持ちよくこうは気持ちがいいのは誰が気持ちいいのか。いらっしゃいませ。ここばっかりが気持ちいいじゃないか。シャーセーって言ってますけど、シャーセーじゃないんだよ。シャーセーじゃない。今金額的にはかさんでるんですかね。あ、かさんでる。何をするの？エアマックスかさんでる。エアマックスかさんでる。これちょっと高いもん。自分の靴に一回履き替えてもらって、でそれで見ましょうと。どんな感じか。
ダッセーな。なんかダッセー。あれ？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 おぉ！違うね。店長どうすかね。いや、やっぱ一番いいかもしれないです。踊れる感じがする。ポージングできる。ポージングちょっと、ポージングどういうやつ。そうっすな。うわぁ、やった。なんだって、なんだって。もう終わった。もうこうか。やっぱいい。行きます。はい、すいません。7万円と620円です。7万円と620円で。7万730円で立ってる。気持ちいい。気持ちいいやつになって。気持ちいいっす。ダメでしょ。ダメでしょ。やっぱ一番いい角度のといいからです。そっちのモチベーションが。モチベーションやっぱ上がる。し、もし、踊って、楽しいってなれば、またダンサーとしての道が開けちゃう。喋、はい、りの部分と、ダンサーの部分って、ね、こういうことでしょ。ね、しゃかす。こういうことでしょ。で焼酎に合うメニューを教えてください。うちはサバの琉球をおすすめしております。関サバでございます。何か味付けだったりでこだわりがあったら教えてほしいんですけれども、琉球をうちはあまり漬け込まずに刺身のまま、新しい状態でお出ししますんで、その歯ごたえなんかもごまと一緒に楽しんでいただけたらと思います。店長も焼酎飲まれますでしょうか。二階堂よく飲みます。